今週も映画見ようよがやってまいりました。今週はララランドなんですけど、実は最初に言っとくと、これ、先週から2回目でございます。先週も見たんですけど、その時私が録画忘れてまして。まるまる収録施設がパンになってまして、でもう作品変えようかとも思ったけど、もう一回やろうかっていう話になって、この作品がちょっとみんな語りたいというのもありましたので、今日は「ララランド」でございます。今日はそうですね、どうしよう、まあいいや、私は衣笠龍斗と申します。神戸の方で映画作ってます。じゃあ自己紹介で。どうも、川村と言います。神戸の方で、また、自主映画で脚本書いたり、助監とかやったりされます。ありがとうございます。うん。はいはい。玲子さん、どうぞ。片岡玲子です。おなじみクリエイターをやっています。やっと復帰できまして、先週からぼちぼちちょっと復帰を始めまして。で、やっと皆さんの声が聞けて。なんか嬉しくなってはしゃいだりとかしてましたけれども、ようやく、はい、何ですかね、ぼちぼちと映画見ようよもまた参加していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、おかめちゃんです。最近はね、お仕事がなんかテレビショッピングとか多くなってきましたね。はい。テレビでもしかしたらちょいちょいと見るかもしれません。チャンネルとかいったらまずい感じですかね。いや、何チャンネル、どこなんでしょうね。ショップジャパンとかで言われてますから、今度撮影とかは行くんですけれども、はい、わかりましたらまたショップジャパンなどで。多分そうだったと思います。なるほど。またお見かけになったらよろしくでございます。よろしくお願いします。乾杯しましょうか、とりあえず。はい、今日私最近話題の朝日のパン玉というやつを。あ、乾杯ないわ。なんかこの間、なんかこれをカパッと開けるやつなんでね。泡が飛び出るやつらしいですね。泡がわーっと出てくるという。この粉が出てきましたね。本当だ。うわ、すごい。なかなかこの間一口いただいて美味しかったんで買ってきました。だから出ますね、新しいの。よかったら朝日のパン玉で。じゃあ乾杯しましょう。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。いや。ですね。さあ、ララランドなんですけども、何から喋ればいいかな。いやー、これ2016年ぐらいに、もう非常にヒットしていて、話題持ちきりだった映画だったんですけど、私見たことがなかったんですけど、でもこれを機会に、今日また新たに新鮮な気持ちで。見ようと思ってまして。新鮮な気持ちで2回目。いや、もう1週間前の出来事がなんかもう1年前ぐらいの出来事に思われて。うまいなぁ。なんと見ても面白い映画だと思います。そうですよね、これは。ようできてある。まあ言ってしまえば、ハリウッドの黄金期とか、黄金期のミュージカルとか、昔の映画とかのなんか、オマージュばっかりがガーッと来てて、それを一種だから、この映画の前はミュージカルが一度なくなった時期に、もうミュージカルなんて誰もやんなくなってた時期に堂々たる大ミュージカルをやらかしたというこの後でしょ、レ・ミゼとかがあったの。レ・ミゼラブルがこの後ぐらいで。何言ってんのかと。最初わかんない。レ・ミゼってわかんなかった。レ・ミゼラブル、ちょうどだから、これがあって、だからミュージカルいいぞってなって、レ・ミゼラブルとか、あとなんか、サーカスのやつとか同じ役さんの、あんなのが出てきて、まあ、ミュージカルが一種復活していった感じですよ。で、そっか、あと何を言っとくか。この監督、ちょっと調べたんですけど、そもそもが音楽やってた人だそうで。道理で。いや、本当にドラマやってたらしく。学校行ったんだけど、すごいのばっかりで、俺ダメだってなって、俺には才能がないってなって映画作り始めちゃった人なんで。で、まんまこの前のセッションっていうドラマの、学校の、ジャズ学校かなんかの名門の。ドラマを目指す男の子の話があるんですけど、もうそれまんまその状態だったみたいですよね、話聞いて、読んで。で今回もだからまた音楽の映画をやって、この次が、アポロ11号の「ファーストマン」という映画が、またこれもすごい映画がある。なんでそもそもだから映画やろうと思ったのがかなり遅かったらしいです。ミュージシャンなんだと思っててやってて、で映画になろうかって時にやろうとしてこれをという形です。でもう見ていると見ているとだんだん分かってくると思うんだけど、ものすごい映画ファンというか昔の古い映画大好きな人です、この人。でなんでこういう映画が今ないんだと苛立ってたんだろうなと想像します。だからもうシーンごとにどっかで見た感じの。でこの間見られた間色合いの変化もちょっとお気をつけください。テイストが変わっていくのが素晴らしい。うんっていう感じですね。まとめるとそんな感じなんですけど、他なんか言っときたいこととかあります？はあ、いやー、でもなんかすごくインテリの空知っぽい人みたいですよ、この人は。なんかいろいろ生い立ちをウィキペディアとかで見てると、はい、名門学校行けるぐらいですかね、音楽の。だってハーバード大学で出てるとかって書いてるし、まあすごい賢い。うん。でもまあまあそうですよね。教養深いですよね、この人。ハーバード大学の視覚環境学部で映画制作を学ぶなんて、なんかもうインテリ中のインテリであります。ありますね。自分が。まあそっか。うん。いやだからちょっと我が道を行くタイプの人ではありますよね。あんまり今流行りのものにおもねらなくて、俺はこういう映画好きだっていうのでどんどん行っちゃうという、まあそれだけのなんだろう、まあ一種教養が深いんだと思います。それできるっていうのは、うん、自分の持ってる知識とか考え方にある程度自信がないとそれできないんで、うん、教養は深いんだと思います。そうですね。あとなんだろうな、まあいろいろちょっと小ネタみたいなのはいっぱい出てくると思うので、また、うん、そうですね。あ、そうそう、この人の教養の深さというか、この人の頭の良さっていうのはあれですよ、ファーストマン見てください、この後の。もう絶対受けないんだけど、これすごいこと考えたわって。父親も母親も科学者らしいですよ、この人。ああ、そういう家系なんだ。DNA まで賢い。賢い。すげえ。いや、賢くてなんかイラチで。多分数学お父さんかお母さんか理系の数学バリバリとかの人なんじゃないかと。だからそんな性格イラチな感じはすごいするんですけどね、頭よく。母親は学校の歴史の先生だ。母親が歴史の先生で父親が科学者。ああ、超インテリですよ。なんかなんか見てるとイラチの映画ですよ。だから人が分かろうと分からないと先行きたくなっちゃうという。待ってあげようとはしないという。行くぞーって言ったとことん行っちゃうタイプですよね、この人。お客さんにこれ分かるかなって見せ方しない気はします、見てる。行けーって感じですもんね。と頭から「ほら俺を見ろ!」って感じで頭から来ますので未見の方はもうファーストシーンでバーンってかまされますからご期待くださいませ。好きです、はい、ファーストシーン大好き。大好きですよね。もう有無を言わさずこの世界ですもんね。もうあとは全部その世界でいくという。はい、じゃあララランドそろそろ行きますか。今日は早めですけど。じゃあ、5秒数えます。5、0、はい、スタートで、スタートしてください。今、ランランドです。今、私は Amazon プライムで見てます。2時間7分46秒って出てますね。真っ黒ですね。真っ黒、初め真っ黒なんですね、これ。いや、サミットのマークが私のは出てますね。まあまあ、ちょっとずれてるのかもしれません。ちょっと間違った。続けてみるじゃないよね。あれ続けてみるじゃないです。最初から。終わっちゃったのかな、これ。ああ、ごめんなさい、ちょっと、また手際の悪いこと言っています。今すぐ見るを押して、あ、始まったかも。それで最初の予告編とかそういうのは飛ばしてもらって、本編の0分00秒でポーズかけておいてくださいませ。片岡さんいけました？まだ予告編スキップ出ません？右下にスキップ出てません？出たはい、サミットです。サミットですね。一番頭はサミットプロダクションのタイトルです。はい、では5秒数えます。5秒前、4、3、2、1、0、スタート。雪が降ってます。はい。うん。山に雪が降ってます。言っちゃった。ネマスコープ。横に広がるネマスコープ。ネマスコに見えるけどシネマスコープですねこれ。あ、シネマスコープカラーになった。あ、今日はなんかバッチリみんな揃ってて嬉しすぎる。やった。全然揃ってなかったもんね。ああ、嬉しい。まあこの冒頭の映画でも車には必ず一人の人しか乗ってないって。そこはやっぱり。おお。車に一人。石田のやっぱこの映画車っていう。小道具が非常に、あ、二人で、三人乗ってましたよ。二人乗ってた。あ、三人。車はもうすべて色がカラフルですね。この映画全体に言える原色の。この車がね、ラストの方で聞くんですよね。高速道路と車が。一人一人別々に乗っていた男女がどうやって。いきなりここで歌い出すと。もうミュージカルやるぞの宣言ですよね、これ。情景描写かと思いきやもうこういう滑り出し大好きですだもうドラマの部分とミュージカルの部分が分けられてるわけじゃなくて、もう地続きになってる感じですね。みんながミュージカル嫌いだっていうやつを全部やるといういきなり歌い出すからとか言ってやるやつを全部やる赤と青と、緑、色と青と緑、テクニカルアー色この人が主人公なのかこうしてみると主人公に見せかけといて申し合わせたようなこの色とりどりの服衣装、いいですね。申し合わせてるんですよね。いやでもこれね、やっぱりうまいですよ。全部主人公が誰かって追っかけるようになってるのが。誰みたいな。誰か主人公なんだろう。で、これ映画終わった後にこれが効くんですよね。一人の男の話じゃなかったとかね。一人の人間の話じゃなかったんだっていう。どういう取り方してるんですかね。レールじゃないですよね。なんか乗り物に乗って。いや、これステディカムというかスタビライザーで撮ってるとは思うんですよ。いやでもなんかすごい高いところまで行って、高いところにも行ってるからね。サーカスみたいですね。これは釣ってるの。これ多分ね、CG でつなげてると思います。CG で？ギリギリのところでつなげてると思います。マジで？それか191と同じ手法で。このダンスシーンって全部ワンカットでワンカットの見せ方やっぱりそうですか？多分切ってると思うんで、スニッシュパンとか入ってるので、であとじわっと寄るところでうまくつなげる。ああそうですね、うまく寸分取らず重ねてみたいなことをやってるのかな。それにしてもすごいですね。すごい、本当にワンカットみたいに見えるもん。これ練習風景がね。YouTube に上がってて面白かったですけどね。見ました。だいぶ前に見た。監督スマホでやるということ。これだけで一大レビューですよね。本当。何ヶ月練習したんだろう。それぞれのパートを。とりあえず自分のパートはやって、でみんなで集まってやって、パートずつをまたやって。でこれがもうこの目隠し間に全員見せ場があるというこの練習で自分が主役の瞬間が必ずあるっていうのが本当にすごいね。あ、どこまで続いてるんだ。めちゃめちゃ遠くまで。どこまで行ってんのって。で、みんな奥のところまでも踊ってるし。うん。すごい。パン。で、やっぱこの監督、この後がセンスがいい。ここまではみんな考え尽くしている。うん、この後がセンスがいい。こう言って切らないんですよ、ここで。ここで切らないですよ。うんうんうん。ワンカット。でいたという。うん、ああ、ミュージカルの場面、非常にみんな薄着だったから、うん、夏かと見せかけて、これは冬なんですよね。冬なんですね。まあクリスマスですもんね、この日。この後。え、クリスマス？うん。あ、じゃないのかな。あ、でもあったかそうだな、かなり。ロサンゼルスはあったかいんでしょう。あったかいですね。まああのドレスで歩いてましたもんね、クリスマスに。この辺で鳴らさんでも、うん、気立ちが揃った。男女がすれ違うだけで終わらせるとかね。あれが運命的な出会いだ。ね、なってるんだけど、ね、お客は気がつかないという。気がつかなかった。祝い始めて気がついた。何回目にして。そう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 。ずっと見逃してましたよ、私。いや、だから。この監督だからその辺のセンスがなんか味わい深くて好きなんですよ。うん、普通やんない、もうちょっと目立たせてなんかしますよね。あれでやろうとは思いませんね。何回見ても味があるっていうことですね。そうです。ちょっと感覚が違うんですよ、不思議。普通の、うん、ちょっと独特な感覚で。普通ここまでいって果てるよねとか、これでいいよなって思うよねってとか。疲れてますもんね、前のレビューで。そうそう。粘る。粘るというか疲れ知らず演出が本当それは言える。みんなそれについてくれるからいちいちストローとかも派手だし、そうですね、考えてますよね。赤青黄色と窓の外のパラソルの色とか、ここで青ブルーブルー、やっぱりシルブールの甘傘好きだった。自然ですよ。影響されてますよね、完全に。うん、だってこの壁の色と服の色が同じとか、オマージュっぽいですよね。まあこのヒロインすごく演技が達者な感じがします。うん。あ、でもそうですよね。どっちも役者さん選んできてる感じなんですよね。歌い手さんじゃなくて、ダンサーでも歌い手でもなく、役者さんを選んできてる感じがとっても。でもダンサーでもすごいですよね。ダンスうまい。ハリウッドは何でもできなきゃダメなんだ。まあ、いい子何でもできる。いやーでもなんか特訓した感じですよね、この2人は。いやこれアップだけで処理してますもんね、このシーン。このショットだけで全部わかるという。オーディションしてるの。いやだろうなーって感じ。なんかハラハラするわ。一応ここでバラすという。なぜあんな変なことなのか。オーディション中にあんなんされたらもう無理だろう。ああ、イングリッドバーガー。このイングリッドバーガーはさ、いやでも真っ赤に緑。周りみんなきっと反対されたと思う。今の若いみんなイングリッド・バーガーに憧れるかとか言われてたとは思うんだけど、やるよなこの人。いろんな人が言ったような気がする。ここもいきなりこうドラマからミュージカルの場面に続き、照明を落とすだけでねえ、ガラッと変わる。完全にセット。ピンクに緑に青に。ねえ、おじさんたちの部屋チカチカするでしょうね。疲れそう。落ち着く部屋ではない。ふったら青。もう完全にシルブルーですよね、これ本当に。シルブルーやりすぎてますよね。いや、同じくらいやろうとしてるこれ。シルブルー全部塗れーってこの色だーって。こいつの部屋はこの色だーって。全員現職。そうです、この入りがいいんだよ。うん、いいですね。こう全然歌い出すぞっていう瞬間でカット切らない。切らない。いいね。そう。あ、やっぱりこの辺切らないな。うん。この辺なんかやっぱり音楽的な気はします。視覚的に。音の切れ目で切らない、うん、無音も音だって気がついてる感じが、ああワンショット一緒にしてる。うん、いいですね、うん、なんてうまいんだろう。そういう肌もんですよね。うん、すごい。タイミングのすごさ。すごい練習したでしょ、これ。まあ、大体歌ってる内容は映画の内容をすごく暗示させるものですよね。うん、冒頭の高速道路の場面でも、私はオーディションに受かるとか、うん、この歌は誰か若い子に歌ってほしいとか、うん、もうすでにもうネタ振りはだいぶ仕込んでる感じがします。だから、多分歌詞に二重三重に意味があるというのが聞いてくる構成ですよね、これ。この音楽ね。これで。これロケっぽくやってる、ロケなのかな。え、これロケじゃないんですか？道路だよね、普通に。道路だよね。いや、だからあそこでちょっとテイストが変わったのは何だろうと思って。今まで全部セットの。ああ、もう、やっぱこのシャンパン、あふれシャンパン、オーバーラップしてパーティーシーンって。いや、僕は古典的な人がいる。1920年とか30年の。ああ、バブリーな時の。100年前の。え、そんな？古い演出です、これ。パーティーのとこにシャンパン、あふれるシャンパンをオーバーラップさせていく。そんな100年前って。100年前。古い映画大好きだよなって。2、30年前かと思った。もっと。この下手したらサイレント。おー。そう、実はここまではまだ主人公の人はあんまりこう激しいダンスもなくて、うん、周りですね、周りが動くからゆえに、この女の子の一人語りがこう聞いてくるっていう感じだ、うん、いやだからなんか本当にソロパートの感じですよね、うん、周りがスッとなるからみんな聞き見立てちゃうというところでソロが入る。もうこの振り付け、うん、スローモーションで動けとやる。キスしてゆっくり上がってきてねってゆっくりから顔を向かしてるって。すごいですね、わざわざみんなゆっくり普段の半分以下のスピードでこうでカットが変わることでだんだん速くなってくる。でここへ飛び降りるので。よくこんな演出考えるよね。いやだからもう本当になんか音楽作ってるみたいですよね。うん。飛び降りるジャパンでシンバルパーンってやる感じ。そう。プレイみたいな感じですよね。すごいな。これ見るとディズニーランドを思い出すのは私だけかな。エンターテイメントですもんね。いやだからディズニーランドがそもそもあの世界をランドにしようとして設計してるから。だからあれ全部映画のセットですよ。ディズニーランド行くと建て方が。本当に人は住めやしないんだけど、かっこよく見えるように建てる世界を。だからまあだから元ネタが同じあれをもうなんだこのモボとモカのあの写真は気がつくとなんかこう背景細かい。チャップリンよりしマリリン・モンローいるし。ここでジェームス・ディーンいるし現職のポテスに逆の光にそうですねうわ70年代60年代だなこれ50年代60年代でやったテクニカラーのね音に惹かれるんですね、そう運命の恋人が瞬間が明けいく違う世界へ入っていくアリス。映画の世界なんだこれ。それで壁になったんだ。壁ね。不思議な幻想の世界へ入っていくイメージ。家に帰る途中にピアノの音色にふと心を奪われて。そうでこれの時も何を見てるかは見せない、まだずーっといく何を見てるのかをここから先また引っ張ると彼女は何を見て何を聞いてたのか。まあ音の演出がやっぱりこの辺も素晴らしいですよね。曲の一部から思い出した今度は鳴らした方の男へ。もう最初からちゃんと見てるという店をオチの店を見てる。大事な椅子に。むしろこの映画監督に一番近い監督の分身みたいな人がこの音楽家なのかピアニストなのかなとして。でしょうね。自分は投影したらなんか。まあ何かになろうとしてうまくいかないという。まだ。で自分の趣味を誰も分かってくれない。自分は音楽をやりたかったのに映画の世界に来ちゃった。しかも自分のやりたいことは今流行りじゃなくて誰も分かってくれない23中に分かるこれこの光線のゴーストというか、ハレーションっぽさも、これは CG でやってるのか、足してるんですかね、これ。足したのかな、足したような。この周辺原稿っぽい感じのなんか。いや、もう完全にアナモルフィックレンズで撮ってますっていう、昔の映画ですよって言ってるの。やっぱりストリーク気になりますよねあれ多分古い映画好きな人より目配せですよシネスコレンズで撮ってますってっていうCG で簡単にやってませんぜって言いたいという昔の。しかもこのアレンジでこの子供っぽいアレンジでやっぱりこの辺の何見てるかを示して何考えてるか大体予想させていくもしかして聞いてないなうんこの音楽がまた2回目に流れてきました、ね。これがこの映画の真のテーマ曲というか、この曲いいですよね。これはこの映画用のオリジナルですよね。多分全部。まあちょっと話聞いたらやっぱりそれが苦労の元だったらしく。誰も知ってる歌がないミュージカルがお金出してくれないという。あ、オリジナルでやろうとしていないこと。ああ、またここの特徴的なスポットライト一発逆光。スポットライト。かっちょいいですね。普通の部屋だったはずに周りが暗くなってるっていう。彼女と同じパターン。やっぱ無意識知ってますよね。観客の印象に意識しないで残っていくの分かってますもんね。音楽の使い方も光の使い方も。暴走した。ああ。ああ。怒られちゃう。これで振り返って顔が入ると。ここでまたさっきの時間に戻って切り返して。まあなんで彼女がこのピアノの音楽に心惹かれたかとか、実は描かなくていいんですよ、本当に。なんだしら、人の内面を描かなくてよくって、描写さえすればいいと。説明はいらない。描写とあとこの引っ張りですよ。十何分間引っ張ったので、もう彼女と同じ気に分かったような気になってしまうという。わからないんだけど、なんか気持ちが分かったような気にさせられるという。まあなんか同じ匂いをここで感じ取ったという感じ。あとはなんか想像が膨らむと、お互いうまくいかない者同士でなんかこうシンパシーを感じちゃったみたいな。お互いシルエット真っ暗になってスポットライト当たんな、この2人だけ。心の内側を喋ってる時だけ。赤、緑。かっけえ、音楽の入りが。ある。でもさっきのブレイクの仕方というか、突き飛ばしていくやり方とかセンサーって好きなんですけどね。あれ書いてたら何回痛くなるじゃないですか、あそこ。って思わせるっていうのが。で突き放しててどうすんだと思ってたら、ここへ来る、この次のシーンへ来るという。この音楽から入ってますからね、このシーン。真っ暗なとこへタンタンってキーボードの音から入って、でまた彼女が何かに気がつく。カメラが後ろから行って。でまた見つけた。この5人組のバンドのなんか衣装のセンスがクビになって、ここに再就職してるんですよね。何気に赤とオレンジ一番目立つ色にして、他寒色系にして、黄色、赤とオレンジ。二度見。二度見。二度見。何度見るねんって。ああ。いや、そうに引く。ぶっちゃ嫌そう。ああ、これ歌詞が全部自分の歌になってるな。ああ、そっか。それで合わせてこの人。この意地悪。かわいいな。まあさっきちょっとぶつかったその復讐というか、やり返してる、なんかやってた、突き飛ばしていったやつ。一応作りましたも覚えてたという。消防士。意地悪の仕返しを。いいですよね、この男が指図命令されるかどうかにこだわる。プライドが高いのよ。高いのよ、お互いね。ジョージ・マイケル。まあ、この離れた距離で会話が成立するっていうのは映画なんだろうね。いいです、いいですよね。やっぱこのね、最初に青いドレスで夜道を歩いてたのを絵で考えてますよね。今度は黄色で2人で、うん、同じ色使い。綺麗。綺麗ですね。これでも背景合成なのか何なのか CG だと思うんですけどね。本当にワンショットでこれはできないよ。やっぱりでもここがセットだと思いますね。なんか聞いてたらこれが前景がセットですね。合成してます。ああ、そっか、セットなんだ。リアルなセット作るな。ねえ。なんか CG の技術が本当に素晴らしい。CG がこれ使い方が本当に素晴らしい。バレない、バレない。わかんない。どこが CG で。わかんない。いやだから使い方がありそうなことをやるんで。そうですね。これ見よがしにはやんないというね。ぐるっと回って。いや、なんか知らんけど運命の出会いで恋心が芽生えてるということは全部歌でやってしまうから、まあそんなこともあるかねというこれをドラマでやろうとしたらもう大変なんだろうけど、歌でやってる。なんか歌というかね、一緒に歌う行為とかね、ここもそうなんですけどダンスがシンクロしてくるので語るんですよ。歌に乗るとかね、返すとかね。やっぱり役者さんの歌い方ですよ。演技としてやってる。おー。歌詞を歌おうとは思ってね。もうセリフになってる。ちゃんとやりとりがリアルに。この辺ですよ、この、もう、フレートアットやだ。完全にフレートアットや。タップになるんだ、ここで。タップダンスになっていく。どんだけ練習したんだろう。ああ、見とれてしまう。ねえ。一回見ても。演技もうまいし、カメラもすごいね、効果的。このブロッキングとか振り付け、カメラも含めて振り付け考えたりとか。いいよ。この iPhone のコールいいよな。いきなり現実に戻される。もう絶対キスすると思ったのにってやつ。全世界共通の音ですからね。映画館で全自分調べてしまう。私も今自分の中になったのかと思って。いやなんかもうジンジャー・ロジャースとフレッド・アステアが乗り移ったのが本当にそうです。このシーンだからバンドワゴンっていうそのジンジャー・ロジャースとフレッド・アステアのバンドワゴンっていうか有名なシーンがでやってるんですよ同じこと。でしかもそれも2人が気持ちがよく分からないのにダンスが合ってしまうことで2人が恋心を抱いてるのが分かるというもう古い映画大好き。その映画を知らない人でも楽しめるという。そう。だから監督ね、この男と同じなんですよ。みんなに忘れされた古い映画を追っかける。どうにかしてこの素晴らしさを伝えたいと思ってる。もうああいうセンスが大好き。あそこでちょっと足のステップだけやるというね、一人から。こういうとこですよ。一回転させて入れる。彼女も引きずってるっていうのがこれでわかる。撮影所の。そうですか。やっぱりイングリッド・バーグマンで、だからイングリッド・バーグマン映画見まくったんですね、この子。きっと。このこれ雨に歌えばじゃないですか、もしかして。このシーン。このシーン？うん。新人女優を有名な俳優が案内するシーン。ロケ場所じゃない、セットの間を。うん、旅行移動。ここで初めておばが女優だったという。そう、2回目みたいなもん、古い映画のファンはもう、おばさん会いたい。おめえ、赤ちゃん教育だわ。いいですね、ヒッチコックにホークスに。もういいですね。ここでももう、背後の照明機材とかね。旅行移動した30年代の照明機材が置いてある。照明機材は言われなきゃ分かんなかったですよ。他の人は分かんない。いやいや、古い映画の方はあれって思うようになった。昔のロケ地にあったような。ねえ、ここも古い。古い感じだね。古い感じだ。憧れという世界が古い映画の世界なんですよね。決して現代の映画じゃないんですよ。セット裏。いいよな。緩急分かりかけて。バタバタせんか。音でせる。で、この音楽がってやつ。うん。もうやっぱりここはストリーク入れてませんよね。入りそうなアングルなのに、あの光は。そうそう。そうね、ここはもう分かってるよね。で宣言終わりってやつ。いやもうこれ実際ムフィックレンズつけて撮ってるんですかね、これは。どうでしょうね。単に上下を切ってるだけなのかなっていう。4K か 8K で撮っといて、上下で切ったんでしょうね。まあ、今では一番それが安上がりで、モフィックレンズなんかつけたらえらいことになりますよ、撮影が。多分シナリオ書いてる時に完全に乗ってますよね。死にかけてるミュージカルを俺は映画作って見返らせると、ああ、そっちの方にリンク。監督の気持ちそのままじゃないか、あのセリフって。ここで理由なき反抗、うん、バンバン出てくる。うん、ここでこの音楽なんかもう耳に残りますね。うん、ここで3回目ですね。よく数えてる。店が正面で人が横に歩くっていうのが印象残りますよね。後ろ向いてたやつとか。あ、朝焼けが綺麗。うん。いいなこれで、もうこのアングルいいな。後ろに離れていくこの2人ずっと引っ張る、2人が踊ってるのを引っ張る。いやもう見事。歌1曲だけなんですけどね。ねえ、あの男は何を考えてるか。よくわかる。あ、このジャケットいいな、ちゃんと変えないという、もう一回出すというこのジャケット。多分こういう役のあれですよね、同じジャケットで。違うやつの写真。自然なんか違う。イメージが違うんだ。むっちゃうまい。この状態であんだけ気持ち入る。イメージが違ったんだ。ああ、いや、というかあれ、多分権限ないんですよ。ん？10秒20秒だけ取ってくれって言われてるんです、きっと。で、あいつ全然権限ないと思う。あ、そうなんだ。あいつが見て印象は書いたりするかもしれないけど、それあんまり参考にならない。だからビデオを撮って送るといい。よくあるパターン。へえ。大学オーディションでよくあるパターン。でもやる方だとそうそう、あの人が権限だと思うからやばいと思って。うん。権限持ってると思ってた。あの速さで終わるオーディションでそんな人来ませんっていう。写真とイメージが全然違うから早く終わったのかなと思ったら違うんだ。多分だと思いますよ、あれ。ダブルブッキングしちゃった。ああ、2回見た監督が何に怒ってるのか。家のオーディオシステム、家のオーディオシステム自慢するバカとか思ってるでしょうね。みんなで見る大スクリーンの映画館を知らないバカとか思ってるんですよね、あれ。はい、その会話でこちらは本物の映画館で待ってる男。心ここにあらずって感じで、うまいんですよね、その芝居が。まあなんかうまくやったら玉の腰に乗れそうだったのかもしれないですけど、そうそうそう、多分それで付き合ってんですよね、イケメンでお金持ちで意見合わねえけど。もうこの曲がね、ここで4回目になりましたね。これはもうこの人の心の中で聞こえている歌なのか、音楽なのか何なのか。いや、このワンショットを入れるのでそれを混乱させていくんですよ。このワンショットなかったらみんな心の中と思うんだけど。で、この手はどんどん愛を選んじゃったのね。ここで笑わしてるのがもう最高です。あの子にっこり笑いながら歩いてるのが笑ってますよね。かすかに見える。あれがすごい。あ、またあの道で、夜の道で。こっちじゃなかった。夜の道で。でもあのヒールで4番だけ走れるよね。すごい。大変。前で探すという。お前が主役じゃないんだよ。人迷惑。迷惑なやっちゃう。ジェームス・テン乗ったりして。後ろジェームス・テン。はよ、行きなさい。ここで上映されてる映画が何なのか分かんなかったんですよ。これ一体何の一番だと思ってたの。音楽でヒッチコックだと思ったのか。でもあれ理由なき犯行だって言ってるから。なんでだ。地球最後の日。あれどうだったの。いや何なんだろう。はい、キス2回目キャンセル。2回目でした。これ2回目。1回目は iPhone。2回目フィルムが燃える。いや、だからこれ、キスじらしなんですよ。多分ミッドポイントあたりがキス。これ。キスまで引っ張るという話で。ちゃんとフィルム上映のフィルムが燃えるというね。もう DCP 上映。あんな感じで燃えるんですね。ああ、何回かフィルム燃えるとこ見ましたけどね、まさにあんな感じなんですよ。あんな感じですね。燃やしたかも、本当に。セルロイドじゃなくて、新しい方のフィルムですよ。溶ける感じで燃える。セルロイドはもっとボワッていくんで、危ない。まだ何年生の溶けるやつ。テスラコイルだ。もうテスラコイル。これで初めて名前わかりました。テスラコイルって。ああ。名前知らなかったもん。いや、なんかなんかね、古めかしいんですね、この辺のやり方。これね、素敵。いつの間にかミュージカルになってますね。すごいですね、カメラアングルがこの円形にこうぐるっと手のアップから始まって、なんか自分が踊ってるみたいな感じになる。あ、うん。振り子の動きに合わせてるんですよね。今度プラネタリウムだし、ロマンチックだし、こんなの出したらね、もう女性は飽きませんよ。なんかこれをね、仕掛けてあって、レストランで聞こえてる音楽から仕掛けてあるんですよ、これ。めちゃくちゃ精密にできたプラネタリウムだな。どこまで幻想でどこまで現実なのか、どんどん分からなくなっていくという。また岸田ちゃんがされました。CG がすごい。ここね。あ、ここすごい、これいいね。これやってみたい。やれるわけないよ。こんなアトラクションないかな。めっちゃ行きたいと思いますよ。絶対みんな行きたいですよ、こんな。こんなアトラクションあるん。あればいいね。危ないよ、でも。大変ですよ。釣られるの。釣られて。いや、ドレスの中にすごくワイヤーがもう食い込んでいたいはずですよね。ワイヤーとか、そんな現実的。ああ、もうそんな現実的なこと。踊ってるだけで CG でこんなふうに作ってくれるような映像のアトラクション。いいですね、銀河でダンス。ねえ。しかもシルエットにしてるし、ここシルエット。地球をこういうのディズニーでよくありますよね。うん。いや、そうないです。あ、地球が前横切ってアップになっていくんだ。なるほど。うまいわ。だから最初にアップにしたら嘘すぎるから、だんだんこう寄っていく感じ。光の中に入っていくという。まあやっぱりここのセンス、降りてくるっていうのをやる。はいですよね。でもすごい自然に見えます、つなぎが。そう。ロープが見えない。ねえ。で、照明上げて、普通の照明。いやだからあれですよ、やっぱりようやく。やっとこさ。やっとこさ。長かったね。長かったね。アイスアウト。ちょうどミッドポイントぐらいだね。ジュネビエーブ。明らかにフランス映画っぽい名前ですけど、なんでしょうね。あれ、雨に食べじゃない。雨傘の女の子。ジュネビエーブじゃなかったですか。あ、そうか。シルブールの雨傘の。あ、だからオーバージュネビエーブなんだ。オーバーへの手紙じゃないの、あれ。いやだから演出としてさっきのね、映画館の前でスクリーンの前に立つと不自然なやつも仕掛けられてたんだと思います。不自然をだんだん重ねていって、だんだんわけわかんなくしていくという。いいな。怖い。一つコメディ入れて、サマーにする、ギャグ入れて。なんか春も夏も秋も冬も全然暑さは変わらないんですけど、四季があんまりないんですよね。ここ好き。家だな。これ本当になんか、チラチラっと言って撮って、ロケで撮ったような。これもロケですよね。ロケで、しかもそんな、きっちり決めてやったんじゃなくてっていう。すごい自然の光の使い方がカメラマンっぽい。思いつきで撮ったっぽい。でもここちょっと色がくすんでくるんですよね、きっと。今までみたいに原色バーンじゃなくて。あ、そうですね。うん。少し普通の色。これ多分、前のシーンと同じ撮り方したら、もっと強いライト当てて、服に。なんかかなり抑えてる。原色は原色。抑えた感じの現象。この肩から画面に入ってくる感じが、このなんか不吉な予感をこうものがさせますね、なんかし、うん、この人も決して悪くはない人なんだけど、なんか見てる人の顔でね、ちょっとなんかあるっていうのが。絶対この2人喧嘩してんだよな、過去に。ぎこちない。ライティングがね、柔らかい光のソフトライトになって、50年代じゃなくなってきてるんですよね。うん、もう。まあなんか80年代っぽい、この、なんでしょうね。多分、70年代か80年代とかな。70年代ぐらいですね、多分、うん、で、80年代、この辺もちょっとそんな感じですよね、昔のセット撮影じゃなくなってる感じでやってますね、これまではセット撮影だった。じゃあ、そろそろコッポラとかね、マーチン・スコセッシの時代に来てますね、画面の作りが。ちょっとヌーベルバーグが入ってくる、ニューウェーブとかニューシネマが入ってくるから、こういうインサート、この監督よくやりますよね。えって言ってインサート。天井のシミが。何か。いや。だから結局あれでしょ、この男が。金稼がなきゃと思ってんのやだから。そう。うん。もうあれで決めた。そう、シミが。お母さんとの会話で。お金ないといかんみたいな。多分この男、多分学校でも喧嘩しまくってたんだろうな。学校で。ちょっとヌーベルバーグっぽくな70年代の映画、スタジオの感じ。これもなんか今風のスタジオじゃないか、古っぽいか、70年代なんか年代差のってる。飲食の世界が少し戻ってきたこれで5回目かな、この音楽が出てくる、5回目か6回目か分からない。でも歌うたびに微妙になんか意味が違ってきてるのよ、もうね、男のモラルの話に今こうなってきて、売れるために自分を捨てるのかと。自分の女の子を、彼女を幸せにするためには、多少もう自分の信念を曲げてでも、こう稼がなければいけないと迷ってますね。そうですよね。まあだから同じものを繰り返して、その差で見せていくという話を。ああ、でも初めて2人で歌うんだこれ。あ、展開部初めて。みんな、はい、本当に間違えましたね、きっと。このテイクで。あ、そうだったの？いや、多分ちょっと外したんですよ。うんうん。あれはわざとじゃなくって。あ、わざとじゃない。かなで、リカバリーして、いや、ではリカバリーするのも知ってたんじゃないですか、この二人は。いいよ、やっちゃってっていう。うん。ダメだったら NG、後で NG って。あ、また黒字。やっぱ繰り返しが効いてますよね。あれなんだろう。あの絵がよくわかんなくて。うん、窓目で見てる。緑のドレスの。ああ、イットバーグマンがついに片付けられてしまった。うんああ、やっぱり繰り返しうまいですね。こうやって繰り返して何かが変わっていく。やっぱうまいなこの女優さん。え、何って細かいところが全部わかる。いやだからあの女優さんのリアクションなかったらこれ普通に成功した男だけの話なんだけどねえ、なんだか違うわこれ。あなたのやりたいことやってるの？そうそう、それ分かるよね。全部分かっちゃいますよね。なんだか主役だと思ってたのにどうしてそんな隅っこにいるのって感じですかね。いやそうじゃなくてこう売れるロードしに行っちゃったわけですよ。音楽は何ジャズじゃないじゃないの。世の中に迎合したなみたいな感じ。あんなに熱く語ってたジャズはどこへ行ったって。この前のスターの街の曲で、一曲で、ここへ来る前の見せといて、ここから、そこへたどり着いたとこ、この一曲で見せるという。何、違うじゃないの、違うじゃないの。じゃあなた自分の信念、負けてても売れたいみたいな。こんなシンセサイザーが弾く人だったのみたいな。この調査やっぱりうまいのがここで「あなたは何を考えてんの?」って探ってるんですよね、うん、彼の顔を見ながら楽しんでるかどうかも。そう、彼がどんな表情をしているのか知りたい彼女は。でもなんかちょっと遠くに行っちゃった感じ。うん、ああ、いいな。あそこは切り替えしないだ。彼女がどんな顔してるか、彼が見た瞬間、あと彼女の顔は見せない。うん。タタンタンタン。多いシーンですね。歩きながらフォロー、夜。一人芝居。もう行こう。あ、今度青い光で音楽が聞こえるんだ。夜の道で。最大の不満が彼女ね。うん、お店はお店するって言ってたのに。彼はお金のためにね。うん。ね。彼女のためなんだけどね。別に夢は何年後でもいいじゃない。ね。稼げるときに稼いどけばいいのよ。そうなのよ。うわー。若いじゃん。うわー。なんでそう別れの方に持っていこうとするんだ、この映画は。ね、お金大事。ね、稼げるときに稼いどこうぜ、じゃん。うん。喧嘩しなくていいのにね。そう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 。だからそれは別に今すぐじゃなくてもいい。シングルゲームに持ってくるか。まあ、男の方がさっきからもう全然女に目を合わせてない感じなんですね。うん、言っちゃった。ね。ああ。本当はこの男コンプレックスの塊だったんですよね。女の人は純粋に音楽に惚れたんだよ。これね、多分監督になる前に、次監督目指した時にシナリオ書いたらしくて。あ、じゃあその時の思いなの？そう、多分全く売れてないし、どうなるかわからない。自分を重ねて。そうそうそう。ああね、この人はプライドのダメだけどね。言っちゃダメだよ。うん。この大喧嘩いいっすよね。喧嘩しなくていいのに。いやでも彼の葛藤だったんでしょ、本当に。売れるために売れる方向に行っていいんじゃねえかとかね。売れたからいいじゃないのみたいなね。好きなものにこだわらなきゃいけないんじゃねえかとかね。ああ、また店の引き。うん、まあ、でもふと思ったんですけど、この映画才能ないやつは出てこないですよね。うん、全員実力はあるやつでそれが苦しいという話なんで、才能ないやつは一人も出てこないと。実力があってたまたまチャンスがないとかね。そうそう、そこの悩みだけ。まあまあこの監督そうだったんだろうなと思いながら。ああ、なるほど。認められるかどうかだけが問題。でも、そうだよね、こんなアメリカなんてね。才能ある人いっぱいいるし。うん。そうだろうな。好きの世界ですもんね。まあ、だからこの監督はもうちょっと大人で、もうちょっといろんなことが見えてきてる。後期、中期とか後期にやったら才能ないやつとか出してきたと思うんですけどね。多分若い子に書いて全員自分で書いてるから。才能ありますからね、この監督。才能あるけどそれが認められない苦しみを書くという。うん。この辺もね客席見せないあのすごさ、うん、あそこではまだ引っ張るぞってこの役者さんと何の人だったの？見覚えあるんだけど、いやいや見覚えありますよね、うん、このカメラマン、どっかで見たんですよ、誰だったかな、どっかで見ましたよねああ誰だったっけ、うん、でもね、むっちゃ不自然ですよねかわいい、これ。なんでピアノが真っ赤っかなんだ。ここでまた同じ曲が、だんだんが解明でした。ワンフレーズ。なんか拷問されてる時に頭の中で鳴る希望の歌ですよね。拷問。誰にも分かってくれないし、泣き言言えないけど、心の中で歌う歌。はい、ここで見える。ああ、寂しいね。予約席が一つだけあったんだ。あれ？あ、本当？ありましたね。リザーブドって。そうそう。でも来なかったのよ、撮影してて。ああ。それで悲しみかな。それはね。これもね。もうここまで来た監督のあれを見えてくるので、これが本当なのか幻聴なのか、うん、気分の声なのか、あら気持ちわかるわなんだすれ違い、終わっちゃったんだよ。あ、このワンショットで処理するんだ。切り返してやるか。あ、やんね。役者生かすなぁ。切らねえんだ。手持ちカメラ。手持ちカメラ、ズームレンズ、ワンショット。ああ、もうカメラ付き。あ、すごいな、このカメラさん。うまいうまい。そうですね。このロングの絵が一つあるかないかだけで、もう映画の価値が変わる。不当点にこれを。絵を。はい、離れる時もこの劇場の前を通る。戻っていきますね。映画館の前を今度は逆方向に走る。逆の方向へ。で、最初のこの曲でフラッシュバックで。だからあれですね、後半だからこの前半の方で印象をつけておいて、みんな覚えてる曲を使って1曲丸々でやっていくという、3曲ぐらいを繰り返す。もう必ずこれステンドグラスで横から光が入って太陽光が斜めに光ってこの部屋はなんかオーソン・ウェルズっぽい。はい、また繰り返し。本当に繰り返して語っていきますよね、この人。乗ってるな、女優さん。気持ち乗ってるな。いや、これ本当に涙こらえてるの本気ですよね、半分。うまいこと仕組まれてたって。ボールダーで図書館の前のうち。あ、なんかすごい周辺原稿すごかったな今。もう周辺が暗くなってました。広角にしすぎて周辺が真っ暗。普通あれやったら避けるんですけどね。やっぱこういうとこ好きなんです、この監督のやつ。ちょっとなんか服入れてくれた、ちょいと入れてくれたのがいいな、おしゃれ。危ない。せっかちですよね。ね。イラチやね。そうそう、イラチ。イラチ。イラチの映画。ほら、ダンスが終わった後に足でシュルッとやるとかね。こういうちょっとしたことやってくるの大変。ちょっと待てよ。客って思わせる。初めて立って迎えてくれたよ。握手してくれたよ。本当だね。やっと。絶対立てなかったもんね。やっと人として扱われたよ。もう何もしなくても決まってる。うん。かなり上の方。最終候補ぐらい。いや、最初に見たとき、この話で私、やられましたからね。で、多分自分の仲間に向けてのこれ、演説ですよ。これで分かる人は分かったよねっていう。ちゃんと見てるし、聞いてくれてるし。ここで、まあ、いわゆるジャンルものの話をここで書きます。突然、炎のごとくの話が始まって、で気がついて、それに気がつく人は、あーってなるようになってんで、そういう話だったんだって。世界中に背いても。でも映画館でもう必ず計算したのは、これ横にいる人は誰も気が付いてない状況で、ね、気が付くやつに届くように作るという。厄介な私たち。厄介な。監督も自分を持て余してたタイプ、絶対これ。だからこの映画のジャンルもろに思い出があるんですよ。どう考えたってバカなことなんだけど。でも私が私であるため。ぐるっと回るけど、もう一人舞台。だよな。心の叫びだ。今気がついた、パーティーから飛び込むイメージずっとやってたのこれか。ああ、なるほどね。雪のイメージも水に飛び込むイメージも。なるほどね。これにつながってるんだ。言われなきゃ分からなかった。彼女の夢はそれだったんだっていう。ああ。繰り返しますね。嬉しい問題だ。ストイックだな、価値観が。ねえ、遠距離恋愛しようって言わないのね。女優目指すのは俺邪魔だろって分かっと思う。勝手に思ってるんですよ。男の勝手に。怖い怖い怖い。そんなこと彼女は一言も言ってないよね。うん、そうだよ。言ってほしかったんだよ。許してやってこの監督のこと。若い子に書いたんだから。プライド？何？いや、若い子がむしゃらにやるタイプだったでしょ。ストイックに自分の道追求するタイプなんで。ああ、寂しいわ。それはそれ、これはこれで両方やろうよ。彼女ともう一回付き合うという選択肢もあったけど、多分帰った時はなかったんですよ。あらまあ、そんな甘くないと思ったんですよ、この監督は。またここで周辺銀行が、うん、またなんかちょくちょく目にしてきますね。また冬が来ます。もしかして本当にアナモフィックレンズ使ったのかな。うん、かもしれない。ああ、これ景色じゃなかったんだ。うん、これは絵だ。オーバーラップしました。ちょっとね。5年後。5年後どうなってるかな。ああ、まあ。1年待って5年後の。もうこの演出が。ダームになってます。これいやもうハリウッド女優の歩き方ですよ。もう完璧に。マリリンモンローが。もう後ろ姿でわかるという。ねえ、歩き方がまた違うんだよ。なんか皆さんの扱い方が違いますからね。そう。ハイヒールの片っぽ削ったかもしれない、これ。子供がかり。モルを多くさせるために。ああ、もうこの黒いサングラスがいいな。アップの髪の毛。うん。なんかもうみんなが羨望のものです。みんなが見てる。どうだったのかな、どうなったのかなって。ここでまた看板にイングリッド・バーグマンが出てました。あ、イメージあれですよね。なんかヘップバーンっぽいですよね。ミニスカートっぽい。すぐ子供産むか。まあ5年あったらね、うん、すぐできちゃったのよ。13ですからね。映画関係者かなんかだったんでしょうね。でしかも子供を産めるってことは仕事順調なんですよ。がっつり大丈夫なんですよ、結婚して子供産んでも。もう安定してるってことですね。ファンは逃げない、実力も認められてる。ああいいなこれ。あ、いやだからポスターとかこれ聞くんですよね。今まで大女優のポスターばっかりだったのが。ねえ、彼女に変わってる。最初のチャップリンとかダーッと書いてあってカップから、そこの一人になってる。はい、今度は夜の高速道路。この人はどっかで見たことありますね。あの人ですか？なんとかの、なんだったっけ？なんとかの日記に出てきた人。あ、この俳優さん。顔が見えないちょっとしか出えへんからわかんない。あ、でもまたピンクの光で今度は渋滞してる高速から降りた。最初のシーンで今度はもう降りれる2人。この俳優さんの顔が見えない。これちょっとわかんないんですよね。これ何してんのか。ご飯食べて帰ろうかと思ったら音楽が聞こえてきて、今から食べに行くと。時間あるからちょっとブラブラと。ああ、もう同じなんか。これは生物なんだ。ああ、気がついた。自分が描いたやつだ。デザインしたやつだ。ほんと繰り返しはっきり分かったよね。そう、生物もだから絵見せてないんですよね。ちらっとしか持ってるとこ違ってアップに出たかったんで。あの椅子が、お姉さんが座った椅子が。いや、でもお店は繁盛してるから、男は男で実業家としてこう、夢は叶えた。2人とも夢は叶えたのね、だから。とりあえず。でもいや、女の人がまたここで心ここにあらずみたいな雰囲気がもう出てますね。これはこれ。相手がこの人じゃなかったらみたいな。ここで気がついた。ああ、ほら。何を見ているのか見た。いいっすね。君がつけた名前だよん。で、プレイヤーでもあると、コーナーで。もうね、観客だけが分かるこの2人の関係。観客とこの2人しか分からないこの瞬間は。この曲っすよね。曲をするんだよね。なぜのために。この曲が流れるのはこの映画で7回目だったか8回目だったかもうちょっとわからないですけど、はい、またこの演出。この演出だ。スポットライトの。最初にバーで弾いた時と同じそうはい、今度はまた女の子だけスポッと。だからやり直せばどうなっていたの？引っ張る。幻想の世界。うん、妄想と。いやだから演出巧みっすよね。現職のって言いません。最初の現職の世界に戻るんですよ。キスをね、1時間キスをね、引っ張ったやつが心を一瞬で。来た来た来た。すごいいい人になってる。オーナーめっちゃいい人。むっちゃすごい悪役ばっかりやってる人なんですけどね。ここでちょっといい人にしてもらいましたね。いい人。うん。この海藻好きだわ。うん。だったりして物語。ちゃんと。彼も来ててクソバカにされた窓ですねこれ。クソバカ。窓はないわ。もう雨に歌えばだ本当に。本当ですね。まあちょこちょこ周辺原稿ですよね。あこれも周辺原稿。わざと言ってんのかなこれ。なんでしょうねこれ。スタジオだからこんなことにはなんなんですけどね。なんとかったら。わざと終点原稿入れてるのかなやっぱりこれ。言いた。原色で踊る。ねえ、かっこいい。今ハイウェイで踊る。こんな。あこれ冒頭のシーンを再現してるわけだここで。横で最初に、うん、ここなんかこの影好きですわ、うん、言葉にならない祝福されてこうなれればいいのにこんなんだったらいいのにいいのに全てが丸く収まる。おもちゃの飛行機が飛ぶやつこれ。ミニチュア。わかりやすい。懐かしい。50年代の映画。でパリで成功して。うんトランペットの中からパリの絵になってる。ナイロンのキラキラでしたっけ？完全にパリの街がゴッホの絵になってる。後ろも油絵のように。うん。全部手書きですねセットが。このシーン好き。何も初めからすべて素直に生きていればこうなっている。そうそうそう。何が二人をそうさせたの？いやいや。別に好き同士なのに。ねえ。一緒になればいいじゃんね。うん、ですよね。これ宇宙のシーンやってるんですね。あれシルエットだったの、今度は作り物でやるという顔を見せて。うん、また繰り返しやがった。いやいや、人間頑張んなきゃいけない時あるんですよ。あ、もうこれやられた。映画。お伝えにやられた。またここで例の音楽が。8ミリフィルムこの時代にやるとは。これビデオじゃダメっすよ。これは8ミリフィルムでないと。素直にこっちが良かったな。色も綺麗ですね。私全然違う。リバーサルの8ミリいいですね。コダクロームの。モネの庭みたいだし。そうそう。うん。ちょっとにじむやつね。色は強いけどにじんでしまう。ここで。はい、はい、上を降りて。はい、降りて。そうそうそう。だから渋滞してたのか、最初ハイウェイが。でしょ。ああ、どこにも行き場がなかったんだ。みんな渋滞してたから降りちゃったの。最後はね、渋滞しそうになったから降りたんですよ。最初はみんなどっか行こうとしてるんだけど行けないくてイライラ。あ、まだ。こうだったらいいのに。ねえ、こっちだったらいいのに。ああ、素直に。うまいこと使うな。違うんだよね。ありえないでしょ。聞いてる人が。ああ、現実に戻った。ああ、いいな。いいな。もう気持ちのセリフいいな。客しかわからないよね。誰も知らない客しかわからない。観客しかわからない。切ない。ストリートファイヤーか。いいな。それでいいんだよって、幸せになんだよみたいな。なあ、もうだからそれをもうだからセリフにしないで分かるようにしてるのが本当に。はい、はい、肝心なところはセリフにしないんですね。The end。メイドイン。ハリウッド。これで。わかりました。はい、今、あれですね、やっぱりそうでしたね。私気づかなかった。君に読む物語の人ですよね。似てると思ってたんですよ。ああ、君に読む物語の男優さんと一緒なんですよ。私、前見たでしょ、私参加してなかったけど。はいはい。見たけど。なんかイメージが全然違う。あの旦那と一緒。あ、旦那。またそういう役か。君に読む物語もあまり気に食わなかったんですよ、あの旦那。この映画でもあまり気に食わなかったんですよ。なんか違うでしょ。なんかちょっと。実は愛されてない旦那。癖あるね、なんかいや、真面目そうだし、だけどなんか嫌だよねっていうのがよく伝わる。真面目そうだしいい男だよだったらみんな思うけどっていう。でも違うんだ、でも違う。でもすごいうまいからやっぱり使われてるんですね、こういう映画に。あれから「君に読む」からどん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 この人有名になっていくみたいな。あれ良かったもんな。あれ最高ですよ。あれ私の冷凍映画ですよ。まあなんか役やって当たったらやっぱりそのイメージで見られるから。疲れてるなとか思ってね。いやだからほらうまいこと作っちゃったの今日のも一人舞台見て呼ばれたわけじゃないですか。主役候補なんですよね。一人舞台を見て呼ばれたわけなんですね。そうそう。一人でやってる芝居の舞台見て、全部一人語り。あれは大根だよっていうのはやっぱり幻聴なんですね。わかんない、それは。幻聴ですよ。あれは幻聴だと思う。機械妄想から生んだ幻聴。なんか他の人がどんだけ文句言ってても自分がいいと思ったら、あ、この人使おうみたいな。もうあれ聞こえません？あ、今回の時聞こえたりしますよ、私。今だって、ヒーとかなってますよ。なんか観客反応悪かったらこれダメだとか思ったりしますよ。だから現状です。現状。だからどこまで現状、どこまで本当に言われてるか分かんなくなってくるんですよ。一日歌っても。いやーでもやっぱりこれも良かった。一番初めに見た時私ほとんどちゃんと見てないっていうか飛行機の中でね、見たって言ってなんか途中で一回寝たんですよね。で先週もなんか時間差で全然合わなかった巻き戻したりしてて全然ちゃんと見れてなかった、繋がってなくて今回はやっと繋がりました。辛かったでも意見は男性と女性は違いますね。やっぱりなんかね。どうして一緒になんないのって思いません？ねえ。そんなプライ好きなら一緒になればいいじゃん。別れる必要ないでしょ。これね、多分ヒロインもね、男ですよ中身。ちょっとね。全部若いから監督、自分全部投影してるからヒロインも実は中身男だろお前って。好きなのにね、お互いどっかしてくれて、好きだったら別れ直じゃないのいいじゃん。あの女の人は自分のキャリアか男かって言ったらキャリア取っちゃう人なんで、それを分かってくれる男が理想なんで。分かってくれる相手だったのかな。まあ男はね。男の人を踏み台にしたのかな。いや。ああ、そうね。そんな感じしますよね。だってラブラブではないですよね。むしろ男女というよりは自分と同じような環境で曲げずに頑張ってるやつが好きだっていう。じゃあ恋別じゃなくて相棒が欲しかった。相棒仲間。だからあれショック受けてるんですよね。曲やり始めた時。なんかやっぱりね好きだったの別れだったんでしょうね。だからあんだけ幻覚が妄想が繰り広げられるんですよ。もし彼だったら、もし彼の子供だったら、もし隣にいるのが彼だったら、ああいうのありますよね。なんかああいう妄想ありますあります。あるんですか？いや。これはちょっとね、乙女心ですね。いいですね。回答は。好きなのに人になれない。将来的には離婚して結婚してほしいな。加減のようにね、いつか。いや絶対あの二人うまくいかないから。老後に2人でセッションするのは OK。 一緒になったら喧嘩するんですよ。パートナーはうまくいくんだけどプライベートになるとやばいやばい、お互い。だから恋愛結婚はうまくいかないんです。ああ。絶対なんか仕事で見たらむっちゃきついこと言われますよ、あの二人。何言ってとか言われちゃいますよ。うん、そうですね。やっぱり方向性の違いでいずれまた別れていく感じがしますね。付き合っても。いやでもなんか思い出は美しいままで。うん。でもずっと引きずりそうですよね。うん。うん、美しい青春の思い出、うん、ずっと引きずって、あとこの音楽でずっとね、こう観客は心の中に、うん、頭に残ってしまいますよね。この音楽流れたら「あー」とかって思いながら、うん、今4つぐらい印象残した曲のあの3つぐらいエンドタイトル流しますからね。うん、この音楽流れたら「あー」と思うわ。多分4曲ぐらいは絞り込んでこれを語る映画作ろうとしてる節はありますよね。オープニングと、あと3曲ぐらい。あの、狂気の歌も、これも。いや、でも今回見てみたら、やっぱり監督の思いに乗ってますよね。多分そうなんでしょうね。頑張んなきゃと思ってたんでしょうね。本当に書いてる時に。いやでもこの監督多分彼女と別れちゃうタイプですよ。別れたんでしょう昔。こんなことなんでしょうね。きっとね。自分の思い出自叙伝ですよ半分。うん。ね、別れた時の気持ち、最後の男の人のね、あ思い出した。なんか繋がってますね。ローマの休日。先週ローマの休日、先週私ひまわりって言ったけど、ローマの休日だって思いました。はい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 。ああ、なるほどね。で、シェルブールの雨傘、そして、雨に歌えば。雨に歌えば。なんかね、先週も言ったんだけど、音楽がみんな一緒に聞こえる。まあ多分そうテイストで。だから感情が一緒だから音楽がかぶっちゃうんですね。音楽一緒な気がするって思ったけど、よく聞いたら違う。なんか見せ方が似てるんですよね、音楽。かぶってみる。今度ひまわり見てみよう。見てください。泣きますよ。見てないんですか？ひまわり見てない。見てください。いいことですよあれも。見よう見よう思いながら見てなかったな。必ず。見てください。あれは泣くね。でもまあ、ここっていうか、あれに影響された映画はいっぱいありますけど。戦争が愛を引き裂く物語。まあ、前もなんか君に読む物語も言ってる。なかなかアメリカ映画で戦争が第二次大戦が引き裂くってないんですよね。アメリカは。ヨーロッパはそれの山なんですけど。そうか、シェルブールの雨傘も、突然炎のごとくも、そうですね。戦争が。日本はそういうの多いですよね。まあ日本もね。昼ドラとか。知らないです。昼ドラ、昔の昼ドラ。昼ドラも大概朝ドラ、昼ドラ連続だ。大概戦争でえらいことになる。旦那さんは死んだって、死んだと思って他の人と結婚したら帰ってくるっていう。ありますね。何回やられても私あれ弱いんですよね。分かっちゃいるけど。ウォータールーブリッジってあれ墓場でしたっけ？君の名はの元になったやつ。ビビアン・リーが主演のビリケンさんの話。あれね。あれ何でしたっけ？あれ哀愁。哀愁か。哀愁。泣きました。あれ舞台で。あれも戦争が引き裂く。そうですね。原点ですね。昼ドラの。あれが原点です。あれでもいい映画ですよ本当に。素晴らしい映画です。あれはあまり知られてないけれども素晴らしい映画ですね。最後ビリケンさん、大阪のビリゲンさんが出てくるという、コースダンスと道頓堀がつながっているという。あのビリゲンさんですもんね、まんま。もうなんか日本の人あんな持ってませんよ。それがなんかフランスではお守りになっているという。あれ見た、ビリケンさん見たら泣きますよ、あれが見た後は。ビリケンさんずっと持ってね、モンマルにして彼を待ってるんですよね。あのビビアン・リーのあのアップの顔が今なんか脳裏に焼き付いてますよ。ビビアン・リーとビリケンさんって合わんわ。ビビアン・リーってあの映画が本当はあの映画見ると合うんだけど。風と共にされるのが有名になってますけど、本当はあの映画が結構あの方が実は美味しい感じはしますね。うん、そうちゃんと女優やってますしね。女優ですよね。16、17の若い頃から20代20歳過ぎてすれた感じまで全部やるという恐ろしい話。うん、でもやっぱりラ・ランドはやっぱり昔の映画復活させようって意図は強烈にありますよね。なんかいろんなものが散りばめてすごく集大成のようになってましたね。この監督むっちゃいろんな映画見てたんだろうな、いろんなものに影響されてたんだろうなって、私も本当に知らない。映画やるならそれをやりたいっていう。俺は今の映画には興味ないっていうのを宣言してるような映画でしたからね。撮影所ってありえないんだもん。これ50年代の撮影所だろっていうノリ。で今の撮影現場は一切見せない。で50年代の映画ばっかりを話してて、しかも主人公は今は死にかけているオーソドックスなジャズを復活させたいと願ってまんま監督じゃねえかっていやーでもよかったですね。監督の好きな映画を作っていいですね。でちゃんと成功してよかったな、この監督とか思いながら。頑張れてよかった、有名になってよかったね。ララランド。あれ成功しないわけがないよね。いやこれララランドもね、最初に監督目指して最初に書いたのがララランドでこれ売り込んだんだけど誰も引き取ってくれなくて。ララランドね。なんでこんな題名ついたんですか？いやだからこれロサンゼルスの別称だそうです。ロサンゼルスの別称？うん、別にララランド。これアップダウンとか言うじゃないですか。あれと似たような感じでララランドっていう。ちょっとこの題名を書いた方が良かったかもね。うん、題名はちょっと違うよね。ララランドっていう題名で初めのオープニング見たらちょっと疲れてもみんなやめようかなったんですよ。ちょっと初めから最後までこれとかで思って。ずっとランランやってるのって思ったんだけど、よく見たら違ったっていうのが今日やっと分かりましたよ。これ多分昔で日本語タイトルつけたらあれですよね。ハリウッド物語とかにしちゃいますよね。でもどうかな、もうちょっと。でもララランドよりもそっちの方が合ってるような気が。多分ね、ネイティブの人はララランドでハリウッドとピンとくるんですよ。ロサンゼルスのだからアップルシティとか言うじゃないですか、ニューヨークのこと、うん、アップルとか言うじゃないですか、あれと似た感じみたいです。なんか調べたら、うん、ララランドっていう言い方を、なんかセンスがね、なんかセルブールの甘かさとかああいう感じの路線って言ってほしかったなだからちょっとな、日本ではこれ通じなかったんだと思いますよ。うん、だから向こうだと言ってしまえば夢の国でみんなバカやってて遊んでる街のイメージでララランドってつけて、そう、それがダメ。いわゆるディズニーランドみたいな、なんか遊園地みたいな感覚でララランドっていう、まあちょっとなんかきつい皮肉も困った言い方してはって、ただそれ日本だと通じなかったっていうね。あの内容にララランドは違うよなっていう。確かに色彩は派手でしたけどね。ララランドでしたけどね、色彩だけは。色彩はね、でもちょっと違うんだよな。中身はもっと深いのに、もったいないな。いや、でもそれはそれで、まあ、ハリウッド物語でもそれは OK だと思う。かっこいいかなと思った。言ってしまえば、バカな夢っていうのは、監督、すごい意識してはるんですよ。バカな夢とかの題名の方が私は。まあまあそういうことです。それを。ララランド日本人分かりにくいっていう。うん、じゃあ愚か者に乾杯とかそんなベタな。例えばね。まあ伊達さんそうですね、愚か者の夢みたいなことをやったんですけども、まあだから日本だと分かりづらいとララランド。うん。なんか疲れそうな映画ってこう。でも最初にこれ書いてで、まあミュージカルなんだけど誰も知ってる歌がないと、全部オリジナルだってですね、全員が誰も話聞いてくれないってところでじゃあ自叙伝やるって言って前のセッションであれで監督デビューできたらしくて、でもうセッションやってる時はもうこのシナリオはあったという、セッションで受けたから次作るのにこれが。話がと、そう思ってみると確かに一番若い時にデビュー作で書きそうな内容っていうで、この監督選んだのは自分のことちゃんと書くという、自分のこと書いてて、しかも最後のシーンとかもこの監督がその辺は巧みなのは客観視してんですよね、どっか。どっか甘くなくて、あれくっつけちゃダメだと思っちゃってて、客観視してて、でこれが「バカな夢」っていうのもやっぱりその客観視の一環だと思うんです。「愚か者の夢だ」ってただ俺はそれがやりたいんだって、あれがオリジナルっていうのすごいですね、音楽ね。ね、今プレミアムノイズでかかってますよね。でも本当に昔からジャズの名曲とか、よく映画のタイトル曲とか、映画で使えた曲がやっぱり名曲になっていくというのは、なぜかあるんですよね。なんかその映画になってない曲はあるんだろうけど、残らないという。映画で使えた曲はやっぱり残ると。大概知ってるスタンダードとか、なんかの映画でちょっと使われてるというから、やっぱ映像の力強いんでしょうね。で今日、まあそういう意味で言うと、ごめんなさい、私なんか一人語りが演出もそうですね、音で演出してて、まるで2時間の1本の音楽みたいに作ってあるという、演出がね、リフレイン、メロディーの繰り返し、アッとするとかね。なんか繰り返しが本当にやっぱりこれその辺音楽っぽいんだけど、繰り返しがうまい。よく見るとあれの繰り返しなんていうのを続出してくるって、そうだね、高速道路が最初のあれだけで終わるのかと思うから、よく見てると繰り返してあるという、高速道路、車、渋滞、ポスター全部繰り返してくれるという点、何もかもが。で、同じアングルになっていくとかね。本当に音楽のような映画ですね。ねえ。いやー、素晴らしい、素晴らしい。素晴らしい。全部つながってるし、いいね。なんかカメラ技術もすごかったな。こうした映画、ハリウッドじゃないと撮れないね。でもハリウッドでも難しかった。すごいね、お金のかけ方というか、手の凝り方というか。嫌がる映画の作り方。現代のハリウッドは絶対嫌がる作り方。もうこんなのは50年代で終わったんだよって言われる映画の作り方。大変だ。こんなの客入るかって言われながらやってたんですよ。よかったね、売れて。よければこの前のメメントじゃなくて、この前のセッションとこの後のファーストマンが、私映画館見て大好きだったんですけどね、ファーストマンっていうのも本当に、ファーストマンものすごい地味だけどいい映画ですから、一切派手なところを取っちゃって、もうセッションとかああいうのから全部地味に、もう何にもなくて、ただもう気がつき始めるとじわじわ作る映画になってて。渋い映画作ってました。いやいや、すみません、私にはやっぱり語っちゃいます。いいね、やっぱりこういうのがやりたい。セリフ回しとか、人への伝え方とか、最後のあの客と主人公だけしかわからないとかね、うん、あとこの人と私が客しかわからないって好きですね大好きですもう力説してましたよね、映画の教科書でも他の人に気が付かないか、私とここだけが知ってるんだこの世界をってこの考え方この感じ方を知ってるんだっていうのが本当にね、いやもうオーソドックスな作り方で見事に復活させましたよ。そうです。ぜひこの変な顔の監督そうですね、ファーストマンぜひ見てくださいませ。はい、大将。今週はこんなもんで一応終わります。終わりましょうか。じゃあまた来週はこの後決めますので、はい。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ファーストマンも見てあげて、はい。売れてなかったみたいだからちょっと。